サッチャーさんの時にも申し上げましたけれども、サッチャーさんがですね、ちょうど日本ですよ。日本のサミットに来た時にですね、初の女性政治家としてですね、サミットに臨まれるお考えはいかがですかというふうにインタビュー受けた時にですね、いや、私は女性の首相としてここに来たんじゃありませんと。イギリスの首相としてここに来たんですっていうふうに答えた。こういうふうにね、やっぱパシッと答えられる人が日本でも女性でですね、総理大臣になってほしいなと思います。女性だから総理大臣になったんじゃなくて、総理大臣の器だから総理大臣になった。たまたま女性だったというのが本当の意味での男女平等ではないでしょうかね。女性だから、下駄履かせてもらって、なりましたよ、なんていうのはね、全然それ、一生懸命頑張ってる女性の方に失礼な話だな、というふうに私いつも思ってるんですね。だからやっぱり男性であれ、女性であれですね、総理にふさわしい人が総理になれる国にならないと私は、それはおかしいというふうに考えております。